ぬかびら湖大雪山国立公園に指定されているぬかびらダムは北海道十勝総合振興局下東軍上市幌町にある十勝川水系一級河川音吹川中流部に築造されたダム大雪山国立公園内に位置する十勝ぬかびら系電源一貫開発計画の一環で築造され電源開発が管理を行う発電専用ダムである水力発電により 同等の重要な電源となっている。道内3位の淡水面積と4位の貯水量であり、十勝川水系のダムでは、周囲の淡水面積と貯水量、及び3位の包み高である。ダムによって形成された人造湖は、ぬかびら湖で、観光地ともなっている。総貯水容量、1億9390万立方メートル、湖面標高、520.0メートル、周囲、 3 3 0トル、最大水深6 0 0ルで天然湖の重を呈した人造湖である。山メやワカサギが放流され、冬はワカサギ釣りで賑わう。その他に、ニジマス、アメマス、コイ、ウグイ、ブラウントラウト、ハナカジカ、オショロコマも生息している。冬には氷が張るが、春先にかけて氷が薄くなった時は、 上しほろ町が立ち入り禁止とする。水位が下がると、かつて日本国有鉄道しほ線が通っていたタウシュ別、川橋梁が姿を現す。厳冬期には水面が凍結し、固定から湧き上がるメタンガスなどの泡が氷中に取り残されるアイスバブル現象を見ることができる。ありがとうございます。